シナリオとはテーブルトーク RPG における用語の一つである。一回のセッションの中でプレイヤーキャラクターが冒険する舞台の設定や遭遇する事件の内容、事件を通して語られるストーリーのプロットなどを包括的にまとめた資料のことである。ゲームマスターはシナリオを参考にしてゲームプレイの運営を行う。演劇や映画の脚本になぞらえてシナリオと呼ばれるが、 trpg のシナリオではゲームルールに即した記述が付記されることが多いため一般的な意味での脚本とはイメージが大きく異なる例えばモンスターとの戦闘が発生するシーンについての記述がシナリオ内にある場合はそのモンスターのゲーム的なデータが付記される場合があるプレイヤーキャラクターが転がってくる大きな岩に追いかけられるシーンについて記述しているシナリオでは その岩から逃げるための行為判定の方法が復帰される場合もある。ゲームルールに即した記述がされている TRPG のシナリオは基本的に特定の TRPG システムのために作られたものである。使用する TRPG システムを限定せずに書かれたシナリオの場合、ゲームルールに即した記述はほとんどされない。シナリオはゲームシステムごとに市販されているものもあるが、 ユーザーにより自作することもできる。ほとんどの TRPG では自作に必要な情報がルールブックに記載されている。TRPG ではプレイヤーがシナリオの内容を事前に知らない方が楽しめることを考慮して自作したシナリオを自分で遊ぶときは自作した人物がゲームマスターを担当することが推奨される。TRPG では プレイヤーキャラクターの意外な行動の結果、シナリオ内で書かれているプロット通りに事件を起こせなくなることがある。PC がシナリオのプロットから外れた行動をとった場合、ゲームマスターは自身の判断によってその場でシナリオを無視してアドリブで対応するようにするか、またはできる限りアドリブは少なくして元のプロット通りの展開に復帰させるといったことを選択できる。例えば、 ある貴族が誘拐された娘の奪還を依頼するため、PC たちとの面会を申し出たというシーンにおいて、PC が何らかの理由によって、その貴族を面会の場で殺害したとする。そうなると、誘拐団との戦いを描いたシナリオのプロットは意味をなさなくなる。この場合、ゲームマスターは、殺人犯として衛兵に追われる PC たちがいかに、国外脱出できるか、などといった。 新たなプロットをその場ででっち上げ、そのプロットにふさわしいイベントをゲームプレイを運営するのと同時に作り上げていかなくてはならない。上述の例だと貴族を殺したことで身の白金を取れなくなった誘拐団が払いせに PC を襲うというプロットにすればシナリオが本来想定している誘拐団との戦いを描いたシナリオに復帰することが可能である。また、 PC が貴族を殺そうとした時に、アドリブで、PC より強い護衛の騎士を乱入させて、PC を捕獲させ、PC を解放する条件として、貴族の依頼を引き受けさせるという展開にすることも、できる。TRPG のシナリオの記述の書式そのものについて、厳密なルールはない。シナリオの内容には、以下のような例がある。以下、それぞれについて証実する。 プレイヤーキャラクターが冒険することになる世界のマクロな設定は市販のルールブックやサプリメントに書かれるかゲームマスターが定義する。実際に PC が1回のゲームプレイで冒険する狭い地域の設定についてはシナリオ単位で記述されることがある。舞台設定として何が必要かはシナリオによって違う。ダンジョンを舞台にした冒険ならばダンジョンのマップなどが必要となり、 街を舞台にする冒険ならば、その街の施設や著名な住人の設定が有用となるだろう。舞台設定は細かく書いてあればあるほど、PC の自由な行動に対応しやすくなる。これは、PC がその舞台の中で様々な場所に訪れたとき、その場所に何があるかの情報をゲームマスターがすぐに参照できるためである。例えば、敵のアジトに侵入して誘拐された貴族の霊場を、 救出するというイベントがシナリオによって記述されている場合、その成否によって次に起こりうるイベントがシナリオ内で定義されることがある。霊場の救出に成功したならば、2日後には敵の追ってが PC のいる町に潜入してくるというイベントが発生し、失敗したならば、誘拐団が霊場を隣国に輸送するために国外脱出するのでそれを追いかけるというイベントが発生する。 といった具合である。このように、事件、出来事同士のつながり方を記載したものが、シナリオにおける背景ストーリーのプロットとなる。ダンジョンに潜って延々と、怪物退治と、財宝略奪を行うようなハックスラッシュな、シナリオであったとしても、PC がそのダンジョンに潜る原因となった、事件、出来事を設定しておくことで、最低限のプロットが用意できる。 例えば、多くの山賊団が隣村を襲い、村の秘宝である黄金の心臓を盗んだ。PC たちは、村長からの心臓奪還の依頼を引き受け多くの巣で、あるダンジョンに潜ることになる。途中で見つけた財宝を略奪しながら、多くの狩猟が待ち受ける、最下層へ向かう、という程度の設定でも、それがあるとないとではプレイヤーが感じる、物語のイメージは大きく変わる。TRPG は、 ゲームプレイ中に PC がどのような行動を希望するかが事前に推測しきれないゲームである。シナリオ内でプロットを組み立てておいても、そのプロットでは対応できない行動を PC が取ることもある。前述の霊場救出の例で言えば、霊場救出の製品だけでプロットを組んでいると、PC が有階段と同盟を結んでしまった場合に対処できない。プロットが複雑になればなるほど、 PC が例外的行動をとった時のプロットへの復帰は困難となる。ありがとうございます。